はい、久保さん、こんにちは。おはようございますか。おはよう、おはようございます。気になる男、第172話ですね。第172話、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、もう前回、久保さんが言っていただいたね、まずはそのコラボのお話、お話されていて、 確かになんかいろいろ話聞いたんですけどね昨日舞姫大学のなみさんとコラボライブ実現しましたね <laughs> コラボライブ実現しましたね30分ほどねお話いろいろしたんですけどやっぱりまあためになるというか勉強になりますね本当ありがたい,い,い機会をいただいたなということでこれから毎週火曜日の9時半かな昨日ちょっと9時からやったんですけどちょっとやっぱり 9時からはねうちの娘がちょうど寝る時間だったんでねちょっと声が大きいよーって言われたんでねちょっと9時半30分ずらしてやろうかみたいなねお話最後にちょっとしたんですけどねやっぱりどうしても家の中でやろうとするとねいろいろ <laughs> あるなと思ったりもするんですけどねコラボライブは無事実現できてねスマホで簡単にできるんで非常にやりやすい機能が YouTube でついたなと思ったりもしたんですけどね 毎週火曜日ね9時半からナミさんとねまたやれるとまたやっていこうかなと思うんですけども本当にその、まあ、い,いろいろね勉強させていただく自分としてはね勉強させていただく機会になっていただいて本当にありがたいなと思ってるんですけど本当にそのあのやっぱり 直でやっぱ対談形式でいろんなことをお話しできるっていうのは自分としてはすごく嬉しいしまあそういうことができるのっていうのが本当にありがたいですよねやっぱこういう時間っていうのがなかなか取れないしそういうところで時間を合わせて週1回やるっていうのは本当になんかすごくいい時間を過ごせたなと思っ,たら思ってるんですけどもそこで今度は 家族ですね。家族の方ね <laughs>、YouTube の裏側っていうね、とこでお話、もう一つね、お話、久保さんがしていただいたんですけどね、やっぱり理解はなかなかされないというか、YouTube は報われないっていうところは確かにあるなと思っていて、もうそもそもね、YouTube、自分の YouTube なんて家族は興味ないですから、他のね、YouTube さんの 他の YouTube さんか、他のユーチューバー r のかね、えー、こんなことがあったよみたいなね、ところをまあ見たり、まあ、するわけで、まあ、まあ積極的にうちは見てるわけじゃないですけど、まあ、りに触れてね、まあそういうところもあるのかなと思っていて、まあ面白いというわけです。まあ当然ね、自分の動画なんて見るわけもないので、見てどうすんだって話でもあるんですけど、なのでね、それで、他の YouTube さんに、YouTuber さんに興味があると、まあそういうところが、 まあ普通の感覚だよというところをね、しっかりマインドセットで、えー、持っていきましょうみたいなね、いう話で本当にね、えー、いくら、まあ、ここはね、本当に真面目に、真面目にそう、しっかりそういうもんだ、そういうものだですね。そういうもんだっていうのをしっかり、えー、覚えておかなきゃいけないかなと。受け止める力かね、受け止める力ですね。受け止める力。 <laughs> 受信力ではなくて今度何ていうんですかね受け止め受け止め力というんですかね、まあ、そういうところが必要かなと思っていて毎日ねもう自分は、ね、家族に興味がない対象だと思われて <laughs> さらにね金づるだと思われながらもね、まあ、生きていく、まあ、そういうところも一つ大事なのかなと思っていて。 な家族にその認められようって思うとやっぱり、まあ、認められることとかあるのかなわかんないですけどまあ認め <laughs> られて頑張るみたいなまあいうところで,、えー、ではないんですけど家族のね評価をともかく置いといて家族の評価はね著しく低くてもね、えー、見てくれる人に対してはね誠心誠意で尽くすっていうマインドセットですかね本当にここは重要かなと思ってそしてね、えー、自分がやってるね時にね やれ、声がね、うるさいだの、やれ、静かにしろだのね。まあそういうこともね、言われるかもしれないですけどね、まあ、そこはね、一つ屋根の家に住んでるんで、まあしょうがないかなと、もうそうやって受け止めるしかないですよね。まあずっとやり続ければきっとなれるんでね、もう言ってもしょうがないと、こいつらはね、言ってもしょうがないやと、諦めるまでね、やっていくしかないかなと思っていて、もうそこまでいけばね、勝ち、勝ちというかね、そこまで貫けれるんであればね、本物かなと思いましてね、やる本も。 うん、だから本当にそこでそういうところまでしっかりこうやっていく、うん、確かにねみんなが家族が心が近づいていて手を取り合ってね貧しいながらでもこう幸せを感じるそれも一つの家族の幸せかなと思うんですけどねもうその家族の幸せが残念ながらこ壊れてしまったわけじゃないですけど <laughs> まあそういう、ね、幸せの家族像をね描けない場合はね、まあ、それはそれでも。 それもまた一つのの家族の形かなと思うんですよね、まあ、もちろんねそれを全部ぶっ壊してなんかもう一回新しくそういう夢,夢じゃないですけどそういうのを追いかけてやるっていうのも一つの手かもしれないですけどまあ無理やりねそう,うん壊さなくてもそもそも自分が稼げないと家族は崩壊するわけなんでねまあ自分がそんなことよりも今自分ができることをしっかり頑張っていく目の前のことを ししっかかかりやるなないのかなと、ね、家族がこうしてほしいとかああしてほしいとかそういうところはどうしたって自分の力が及ぶ範囲からあとどんどん離れていきますから生ききますよね普通に考えて自分はやっぱりこれは本当に小さい頃やっぱそういうのを経験していくらね親が変わってほしいとかどうしてほしいっていくら嘆いても騒いでも悲しんでもね も意味ないないと思ってまだその経験を生かさなきゃいけないなと思いますよね本当に。 いくら動画を描いても変えや変えられないものを変えようとするのは無駄な努力だとあ。まあ無駄じゃないかもしれないですけど、ある程度そのやっていかなきゃいけないんですけど、それよりもね、そっちに働きかけるんじゃなくて、自分に働きかけること、自分に働きかけることっていうのをやる。こっちの方がむちゃくちゃ大切で、結局それで,それでしか変わらない。いくらね、えー、変わってほしいと恨み節をひたすら言い続けても、まあ何も、まあ、 それは多少は変わるかもしれないですけど、所詮誤差の範囲、誤差レベルかなと、そっちにどん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 んエネルギーを取られて、えー、なんだ感情も持っていかれたりして、えー、そんなことをやったって、本当にそれこそ非効率かな、それこそ非効率、うんうん、意味があるかとないかと言われれば、ね、意味がないって、ここは断言してもいいんじゃないですかね、そういう行為は意味がないと、ね、配慮がないと。でね まあ、ばかっとね、ばかな家族とまではね、言いませんけど、ただね、思考のレベルには違いがあるのは仕方ないですよね。思考のレベルがあるのは違いない。違いないからそこをね、理解して飲み込んでいくっていうところができるようになるのが大人かなと。小さい頃はね、どうしてもやっぱ無理だとは思うんですよ親の愛情がやっぱどうしても欲しいですからね。親の、ね、期待に沿うように行動してしまうっていうのはやっぱしょうがないかなと思うんですけど、まあそこはね、本当にもう、 大人になななっっってててしまえばそこいいうのが一回分かかくるんじゃないかなとでやっぱりそういう苦い思い苦い経験をしたっていうのはやっぱり生かしていかなきゃいけないしそういうのが分かってるならやっぱり自分が行動を変えなきゃいけないっていうところここをほんに心,心底心底ね本当に心の底から思っていかないといけないと変わらないんだと人はどうやったって変わらないんだとんな自分がね自分の思いがね届く。 届かないい人もいるんだと、全く、ね、届かないい人もいる、うん。だからそれはもう仕方ないからそこはね自分がその環境、まあ、いわゆる環境ですね環境だったり家族制約っていうんですかね家族制約に合わせてうまく変化していくしかないかなと適応していくしかないんじゃないかなと思って、えー、自分がお金を稼ぎたい、うん、YouTube でねお金を稼いでいくんだっていう、ね、ところをしっかり決めたんであればねそれに対してじゃあ、うん たとえ今ねそういう環境が整ってなくてもその環境を自ら整えるように働きかけていく働きかけるというのは自分に働きかけることですねどんな困難がどんなことがあってもね続けていくんだとどんなね邪魔をされようがね何かを言われようがねやっていくと、まあ、当然ねそれは配慮も必要なのでなんかねこう家族に迷惑がかかりそうだと言った時はね少しこう書いてはいくんですけど 心の底とというところではね変わらないとこれはね、えー、自分はねこうは続けていくんだって強い思いがあればね少しはこう何て言うんですかねまあご機嫌を取るために、えー、少しはその配慮していくんですけどそこはあくまでご機嫌取りっていう意味の思いで。 心ね、真の部分はもうずっとやっていくんだっていうね、気持ち、まあ、そういうところが非常に大事かなと思うし、これがやっぱり生き残るヒントですね、生き残るヒントっていうのが久保さんが言っていただいたところじゃないのかなと、当然その家族にとってはね、うるさいっていう一言だけで別にそれでおしまいで、えー、それがね、どう、それ,それだけしかないので、そういう思いしかないんで、でもね、それをね、なんか、 本音で受けてっていうかそういうのを受けてね自分を非化して疲弊していくっていうのはやっぱりもったいないと自分が乱れていく乱されていくっていうのはだ乱されない心ですよね乱されない心。 これも強く持っていかないといけないし乱されても続ける乱されてもやっていくみたいな乱されながらもこうやり続けるっていうところが必要なのかななかなかねすぐに心ってやっぱ強くならないと思うんでそうであればねぐちゃぐちゃの中でもやっていくっていうところが必要なのかなとは思っていてだからもうそもそも配慮されないんだと、えー、家族には配慮されないしそんなね思考レベルが深い方が家族なのかなっていうところなんですよね。 じゃあ自分が結婚した当初ねそんなに資料深かったかっていうとそう,いうわけそういうわけじゃなかったとは思うんですね自分は本当何も考えてない頃にね、えー、結婚とかね、えー、付き合い始めたわけですから当然その資料レベルとかねそういう思考レベルの人と一緒になってるわけなんでそれがね,ねそこから人は変わんないですかね普通の人はうんちょっとね自分がね少し勉強したからって言ってねそこを上に見るのも しょうがないかなっていうところですよねもう。うん、あそこはやっぱり、えー、自分がいろいろね考えれるようになったっていうところがまた少し変わってきたところなのでね少しこう距離を置いてみてみるっていうところも大事なのかなと思うし、うん、本当に戦うべき相手は本当にやっぱり。 なんか自分自身にしかないかなと思っていてそういろんなことはやっぱり言われるし言われたところでねそれをどういうふうに解釈して自分の原動力に変えるとかとか続けていくところに変えていくかとかそしてそこをねメンタルをぶらされ,ぶらされてもねまたすぐ持ち直すというか立て直すこういう力が必要になってくるんじゃないかなと。 ね、家族の本音はねもうそんなのね、えー、こんな YouTube 活動なんかね、えー、そんなのよくわかんないからねさっさとやめてしまえみたいなねところを言われる人多いと思うんですよきっときっとそうなんのかなと思うし、えー、でもねやっぱそういうところじゃなくてねしっかり自分がそこに対して活路を見いだしたんであればねそこに対してしっかり真摯にやっていく。 うー自分がブレない心、何を言われてもね、ブレない、まあ、ブレてもいいんですけど、ブレても、またすぐね、戻していくと、うん、違うんだと、うん、違うと、何度も何度も自分にね、言い聞かせて、そしてやっていく心、まあ、そういうところが問われていくんじゃないかなと思いますしね、まあ、そこがすごく自分を鍛えることにもなるうーところにもありますそこがね、やっぱ YouTube をやっていく上でも、 ちゃんとした心の強さっていうところが保たれていくんじゃないかなと思いましたね、本当に。うーん、面白おかしくね、やってるだけ、えー、初めはね、やっぱそうこ,こはある方が多いんですよ。やっぱ YouTube 撮ってて面白いとかね、すごく楽しいみたいなどんどんあると思うんですけど、それをね、超えていっていくと、やっぱりどん,どんどんね、変わっていくと思いますしね、そこはやっぱり変えていかなきゃいけないなと思いますね、本当に。 はい、というととうころでね、今回172話はね YouTube の裏側というところでね家族の本音、ね、ということでやっぱ、ね、自分が自分がたとえね、えー、そういう役割を担ったと,としても結局考え方は一緒なんでねお金を稼いでいくっていうね、うん、いうところには変わりないのでそこに対してしっかりと 正面向向いいてててかってやっやく。そこでねいろんなことを思うところもあると思うんですけどねそこをしっかりやっていくというところをやればねまた何かしら違う形で生まれていくんじゃないかと思いますしそこに対してね強い思いっていうのがね自分の現状だったり制約そういう未来をね確実に変えていく力になると思いますのでね是非こう YouTube をこれを聞かれている方はね YouTube をやっぱりなかなかね他の人から 理解されないいいいいことととともももあるか思思思うんでですすすけけどや、ね、やっていっててしいと思いままね自分も、うん、一日でも長くやり続けたいと思いますはい、ということで、こんな感じで172話終わっていこうかと思います。最後までお聞きしていただきありがとうございました。またね、次回も気になる男でお会いしましょう。それでは、バイバイ。そして、久保さんよろしく、次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは。